それによったらそのアマが簡単に水着姿になったりするとSNS でなんかそれも発達障害ちゃうんで、性同一性障害じゃないの分かったでしょ。うちが自分のこと男子やと思って生きてた数十年の方が性同一性障害やって、理由は杉田水脈さんのチンチンがうちに見つけられてたからや。おまんこの上には直接いわゆるみんながヒラって呼んでるの、土手って呼んでるの、あっこに見つけられてそのとこ、こっちのおまんこ露出してないね。ただおへその位置とか、まあ、いろんな色の型の形とかね、その観察してもらったら分かると思うけど、女子やんかとな。でそれはそれとしまして、じゃあうちも発達障害ちゃうんかっていうの、病名はそうじゃない、ね、なんでかっていうのは精神科っていうのは行政措置や言うてるの。行政上なんか問題があったら、あるいはもう一個司法にかかったとき、行政上の要請で、で精神科にかかるわけで、精神科で死んだわけ。やっぱり司法にかかってる人に裁判や警察にかかったときもね、やっぱり行政措置で精神科に、そうじゃない場合もやっぱり行政上なんか苦情とか、まあ問題とか、行政上のなんか問題、やはり治安上の問題、警察も司法も行政もなんか兼任してるような感じ。じゃあ実は学校というのは司法と行政と立法の最小単位というか端末やねん、実は学校って実は、あちゃんとしたらその学校なスクールじゃなくてね。で結局皆さんが精神病なのは行政措置、当たり前か、精神科と行政措置で通ってるわけで、だからその自立支援医療って行政措置を受給できるわけ、ね、じゃあ病気じゃないんですかって言ったら、社会病の一種やしね、やってんしねってんやろ、あ、ちょ、間違えた。まあうちの場合はそうです。お前らのせいで性転換されたわけやから、うちに対して何かあったらお前らが全員責任取るのだし、お前らの民族あるやろ、連帯責任やろ。じゃあそれとも天皇だけ縛り首にして、てめえらは知らん存在か、どっちかやろ、大和民族って。